このところ精神的にしんどいことが続いていますが、保育ならどんな風に乗り越えますか。いやわかる、あるよね、きついこと。なんやろうね、まあでも精神的にきついことはね、いやまあほんとね、おすごいよ、可愛い曲流れ出した。なんかね、なんやろう、いやでも多いよやっぱさ、俺らなんてさ特にさアンチ多いわけよ。なんかあでもないこうでもない、あちこちか言われるわけよ、その顔も知らん やつらからうばばばばばって言われたりしてから、まあやっぱそう別にアンチは基本的にどうでもいいっちゃうけど、どうでもいいけど、まあやっぱ傷つくとき傷つくわけよ。けん悲しいなと思いながら悲しいなって思うよね。やっぱどうしよう、どうだろうね、みんなどうやって乗り越えてんだろう。なんか普通に悲しい気持ちになるよね。悲しい気持ちになるっちゃうけど、どうなんやろうねどうなんやろうか、俺どうやって乗り越えとっちゃうね。なんかでも基本的になんか寝たら忘れる、すごいな、可愛い曲が流れてる。なんか寝たらどうでもよくならん、そんなことない、別に俺結構ね寝たらねなんかどうでもよくなる方やけん、なんかまあ寝て起きたらまあいっか知らんしみたいな、あいつら知らんしみたいな気持ちになるっちゃう。でもまあ知っとやつからなんか悪口言われたりしたらきついね。そういう時はなんかどうしよう、まあ、メンタル来ることは、まあ、俺やっぱしこたましこる。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。やっぱね、精神病んどう時にやっぱね、オナニーっていうものはね、すごいいいんじゃないの。現実逃避みたいな、現実逃避です。うん、これはね、大事よ。やっぱね、しこたましこる、俺、すごい嫌な時、やっぱそういうことなんやないかな。うん、マジで。みんなもそうした方がいいと思う。おすすめ。マジどうでもよくなるけん、全部どうでもよくなる。俺ならできる、俺ならできる、俺には。